さあファイナルラウンド開幕戦、パイオニア対デンソーの一戦、今試合が始まります。まず最初のポイントはフーマンのロード攻撃でやってる感じではないと思うんですよ ね、 なるほどね。さあ9対7、デンソーは2点追いかける。ブロードワンタッチかけているパイオニア、センターからフールマン、高さがあります。高いですね。これはね、どうすることもできないですよ、この攻撃は。半田監督もある程度フールマンの攻撃は目をつむっていくしか、うん。